まるパパーということで、今回もウィークラストーリー編やっていきましょう。はい、現在シーズン101年目を迎えまして、スーパースターディビジョン2にいます。はい、ブレイクギャラクシーの最終ターゲットはこの、スーパースターエキストラが、最終目標となります。まあ、そこに行くまでのプロセスをこの動画ストーリー編に収めていくのが竹ちゃんの目標でもあるので、ぜひ応援していただける方はチャンネル登録、高評価、コメント、その他もろもろをお待ちしてます。その他もろもろって。はい、なのでね、ぜひ、チャンネル登録だったり、まあ YouTube だけじゃなくて、他のね SNS もやってます。 Instagram は顔出しもします。 Twitter とかでね、まあつぶやきもしてますんで、ぜひそちらの方もフォローだったり、コメント、高評価はないな、まあいいねとかね、まあもしいいのがあればお願いしますといったところで、アソシエーション協会についてはまた試合中にでも話していこうかなと思ってます。それではスケジュール確認といきましょう。12周目ということで、第13節 WEFC とやっていきます。リーグ順位表を確認していきます。はい、現在7位のチームと当たりますね。ポイントは12ポイント、3勝5引き分け4負けのチームですね。まあでも決してね、舐めてかかってはいけないと、ペキールもその一種だったんだ。これは多分サンプドリアかな、サンプドリア多分セリエ A かなんかのエンブレムだと思うんですけど、いやまさかのそのチームで負けちゃいましたよ前回。はい、ゴールアシストランキングは、ゴールランキングに、イリチッチが5点、メッシも5点で、共に2位ということでね、いいですね今のところは。アシストランキングも、メッシが3アシストで1位、ロナウドも同じく3アシストで1位という成績を収めてます。まあこのままね、首位をキープしてほしいなと思います。さあ、星5多いね、星5プレイヤー多い、いやこれは勝てるでしょう。このセンターフォワードがちょっと今ね結構うまいのかな。エスクデロ、フェルトマン、あれフェルトマン、はい、トロイ、個体トロイとゾンマ、いやゾンマはもうね最悪なんだよね。シャービバックイーンで、イリチッチ未だ入れる。まあでも97だから強いもんね。まあでもパケタでもいいけどな、パケタ入れてみいきますか。パケタどうしようかな、パケタ、まあいいかパケタで、グエです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 、メッシ、メッシ入れてきます。さあモラタを変えて、モラタとサパータ、ちょっと前回のルベンカストロ、もう前回が悪すぎたんで、このね、あここイリチッチでいいか。うわ絶不調だな、みんな絶不調ではない、モチベをちょっと取ってかないといけないね。さああとはもう先日だね、キャップイリチッチ、ちょっと
この試合が終わったらトゥトゥルルトゥトゥ、この試合が終わったらですね、ちょっとモチベーションをフレーズのポイントでね、トレードしようかな、まあ交換しようかなと、まあエクスチェンジで交換しようかなとか思ってます。まあなんかいい方法があれば、なんかコメント欄とかで教えていただけると幸いです。まあなんかこういう方法でモチベーションはモチベーションアイテムは稼いだ方がいい方とか、まあ、なるべくこうした方がいいよとかあればですね、まあ、今まではコンピューターチームとかがいたらですね、まあ、そんな、まあ、コンピューターチームが、対戦相手になった時になんかこうね、モチベーションはなるべく使わずにっていう風にできてたんですけど、やっぱユーザーチームでレベルも上がってるんで、まあちょっとそこはできないかなという感じなんで、まあ今はこんな感じなんですけど、いいね、サパーター、おー、いいパス、イエス、うわー、オーケー、ウェルカム、メッシ、イエス、うわー、はい、はい、ではね、協会について、話していきたいと思います。まあ、現在 MR っていう協会を運営してるんですけど、もし興味がある方、まあ、気になる方はですね、ぜひこの動画の説明欄、もしくはチャンネルの概要欄の方にアソシエーション ID を貼り付けてあるので、そちらをチェックということで、まあ、あとは、参加条件がありますよということで、アマチュア以上からが参加可能となってますので、そこら辺もお願いします。セルジロベルト避けたね、敵チームのセルジロベルトでしょ、あれ。あ、そうだ、これをしなかった。さあ、いやー、どうかね、これ。エリチッチ、エリチッチ来い。ドルルルルルン、もう多分ね、ああやばい、アップね。もうおそらく皆さんも、もうね、大体知ってるんじゃないかな。おーおーおお、やばい、おー、オーケー。まあ知ってるんじゃないかなっていうのはですね、まあこの今流してる曲もうね、大体もう知り尽くしてる曲が多いんじゃないかなと。オーケー、いいね、うわーら、張り合ってんね、セルジ・ロベルトとグエデスが負けてしまった。まあ結構ね、いやー、やばい、フラワー、フラワー危ねえな、うーやい、よっしゃー、バカバグリ、よし、オーケー、ナイスパース、いいね、グエデス勝負、おお、逃げた、いけ、おお、グエデスに当たるか、おお、当たらない、バークリー、いいね、バークリー、バークリー、バークリー、うわー、サパータ反応できてない、全然反応できてない、サパータが、サパータ公開、公開じゃない、これでいこう。いやー、セルジ・ロベルトがうまいんだよ。危ねえ。さあ、エスクゼロ。いいね。バラン。よっしゃー。オッケー。もう1点欲しかったけどな、追加点が。前半のうちに。
まあまあこれからですかね。取った。バラン。よし。それとまーん。オッケー。よっしゃ。行こう行こう行こう。おーい。バークリー。おっと、今のはマイボール？それとも、いやー、マイボールですね。もうパスでいいよ。バランに。バランでいいよ。バランで。イエイ。パカー。よっしゃ。シャビ。行こう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 、メッシ、いいパス、サッパタ、オッケー、エレチェチ、いいね、今のコンカ、あれって思ったけど、キーパーの動きを見ると、あれ入るのかって思ったけど、入りました、イリチェチ、すごいね、イリチェチ、いまだに33だけど、いまだに97だもんな、強すぎるよ。うまい。いやー、このパスもうまかったなー、メッシ。いやー、イリチッチうまいだろ。コンカもできるしさ、ズドン系のシュートもできるって、もう、いや、これほどなんか、重宝、いや、これはもう、ほんと貴重だよね、こういう選手はね。ジェラードみたいな、なんかさ、ジェラード法じゃないけど、ああいうシュートも打てるし、逆にまあメッシみたいにこうコントロールカーブでさ、綺麗にバナナカーブするようなシュートを打ったりとかできるし、本当すごい選手だなっていう。でドリブルもゴリゴリでしょ、もう脅威でしかないでしょ。いいよバクリー、オーケー、いいね、グエデス上げろ。あー、なんで今ダイレクトで上げなかったんだ、ちょっとラグいし、しかも。あ、この辺で変えていきたいな。変えよう。ついでに。誰かいるかな？変えよう。ロナウド。ロナウド入れていきます。サッパータはそのまま入っていいかな。まあ、ルベン・カストロも入れたいけど、まあ今回ちょっとルベン・カストロの方にするか。で、あとはセビージャだね。今回はちょっとサパタが微妙だね、微妙なんでね、どうしようかな。こうカストロ、うお、いいね、カストロ。おー、ワッツアヘッ。いや、カストロやば。うま。いいね、セビージャからの。カストロ、この位置からのシュートうまいよな。だいたい入る。うまいね。スドーン。うおー、うま。シュートコースがいいね。いやー、素晴らしい。カストロの、まあ、ミドルっていう感じではないけど、まあこのまま行こうかな。うん、このままでいいかな。戦術ストラテジーは、いやー、うー、オッケー、ナイス。もう一回、もう一回。フェルトマン。おー、危ねー。行こう、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 行こう。ラグ。すごいラグ。あー、ラグ。ラグすぎ。そういうことか。やばい、やばい、やばい。あー、危ねー。こういうことでしょ。オッケー。いや、胸トラのパス、うまい。いいよ、来た、カストロ、行っちゃって。いやー。いやー、やっぱ違うね。違うわ。
やっぱ大違いだわ、うん、やっぱりさすがだねって感じだね。やっぱ経験だよ経験。サパタよりはやっぱいいね。いやーこれいいね、うますぎでしょこれ。ボレー強え、いいねカストロ。トゥ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 カストロうまいわ。うん、やばいやばいやばい。ほらシャビいいね、行っちゃおう。メッシー逆サイドもあるよ、仕掛けるか。あらららららら、メッシー、メッシーさん、オッケーナイス、いいインターセプト、よっしゃナイス。そこはいい、あーカストロイエレチッチ打っちゃって、イエセビージャ、セビージャ、オッケーナイス。よっしゃロナウド、ロナウド、ロナウド、おお、ロナウド、おお、終わり。マジで、そんなところで終わり。角ついてる、角ついてる。大丈夫か。角つきでしょ。さあ、ハイライト見ていきましょう。まずは、コーナーキックバークリーが落として、イーチェチェで、これが2点目、イーチェチェ。いや素晴らしいねこの左足は。伊達じゃないよ。さあこれがね、カストロー、もう入って速攻決めたからね。これいやうますぎでしょ。してこれが4点目、抜け出しからのカストローボレーですよ、ボレー、カストロボレーうまいよね、うまいよ。サパタとは大違い。やっぱサパタはまだまだ未熟ですね。さっさっさ、はい、まあなんとか、11ポイント差だね今。まあ約3試合分っていったところですよね。でさっきのチームは、あー8位に落ちちゃったんだ。あらら、降格すんじょすんじょ。とはイリチッチ7点、やば。アシストランキングもすごいことになってるね。イリチッチがもう爆発してるわ。でこれはまあ、あマンチェスターユナイテッドまた引き分けてる。いいよいいよ。さあこれはね、あらばセビージャトリアなのが多分いいような気がするんだよね。まあどっちもどっちって感じだろうな。トリアなのがいいな、セビージャトリアな。こっちは、セルヒオ・カナレスがいるし、フェキールもいるんだよ。フェキール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 がいるんだよね。まあだからうまいんだよ。セビージャ・トリアナ。
はい、ということで、次回の前に、そうだ忘れてた、フレンドポイントを使ってですね、まあ、モチベーションをちょっと取っていかないとまずいかなと思ってます。まあ今フレンドポイントは8000ポイントあるんですけど、まあプラチナのねチケットとか欲しいなって思ったんですけど、4万5000ポイント、そんなのもう無理だよ、うん、無理無理無理で、スペシャルコースの、リミットブレイクだったりとかアドスロット、これも2万ポイント、もう無理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 って感じなので、あーでもこれありだな、プロフィールイメージデコレーションズ、アクセサリージーニアス、でもいらないよねジーニアスのアクセサリーなんて、いらないいらない、天才、あでも天才か、天才いいな、あ天才いいね、4万5000、これはちょっとねないから、でこれをね、125ポイントなんで、これ結構いいなと思ってるんですよ。でこっちは、いやこれもきついよな、まあこういうスペシャルコーチであればいいけど、別にこれもいらないかな、あーあとスペシャルコーチのランダムトレード、特製のねランダムトレードもありですね、ただ1000ポイントはちょっと高すぎるかなと、うん、でアイコンは別にいらないなっていう感じがするんで、まあなんとも言えないけど、まあいるとすればプロフィールイメージポーズ1マネージャー FPX チェンジ06050403020001、この辺はいらないね。でいるとすればこのプロフィールイメージポーズ01はいいね。で02よりは03だね。で04もありだね。で05もありっちゃありかな、うん、06はないかな、07はあり、でも1000ポイント使うけど、これに1000ポイントの価値はない気がするんです。まあでもこのタキシード着てるやつはいいよね、07。まああとプロフィールイメージ09なんかも面白いからね。この辺はもう意味が分かんない、マイホームタウン、これもちょっと意味が分かんない、意味が分からない。で副長、まあこの辺もね、まあなのでモチベでね、モチベをちょっとどのぐらい、わこれ125ポイントずつしかダメなの、アウンド94、どういうことこれ、94ポイント全部使うってこと、94ポイントってか違うよね、もう一回99の、え、これ99ももらえるの、104、Oh my god, motivation kit you have、obtained。 え、これで何個になったの、リセット、15時にリセットされます、あー間違った、こっちじゃない、モチベーションここで見れるのかな、どのぐらいになったんだろう、98個ぐらいだったよね、全然じゃん、やばいね、
さあ、じゃあまあ今回はこの辺で終わりますと。あー、スリーモアタイムなんだ。これ知らなかったな。そうなんだ、スリーモアタイムだったんだ。3回分だから15キットしかもらえないのか。1日、まあ多分1日だよね。あ、そうだったの。How to earn FP。 何これ、Search for recommend、 トレンドリコメンデーションサーチ。まあフレンドを探すっていいよ、別に探さなくて。はい、じゃあまあ先ほども言ったわけですけど、次回ですね、13週目、ファキールテキールじゃないね、まあなんかよくわかんない、このチームカップ戦で 1-0 でこいさあこの11周目に負けたんで、施されたら施し返す、倍返しだということでね、ボッコボコにしていきたいと思います。ボッコボコのボッコボコに、ボッコボコに。はい、で、うわ、これ因縁の戦いだな。14節と15節ね。15節もだってマンチェスターユナイテッドでしょ、前回のリーグ戦では2-0で負けてますよ。これは因縁の戦いだ。13周目はボッコボコにしてやる、2チームとも。それでは次回の動画、ボッコボコにする動画を見たい方はぜひ次回の動画も来てください。遊びに来てね。ということで、またあら、バイチャラース。